こんにちは、ライブです。はい、ということで今回は東波線地獄級3新キャラ使って攻略してみた。はい、ということですね。はい、今回の、まあ、新しい北欧神話キャラ、まあ、異界神話勢力なんですね、こちら雷撃というものはどんな感じになるのかというところはね、ぜひ皆さん見ていただきたいなと思います。で、まあ実際のまず敵のね、詳細から見てパーティ編成紹介していきますが、はい、今回は敵が3体出てくるというスタイルになってます。で、まあやはり予想通りですね、 HP が爆裂に高いね。これ過去最高かな。今まで160万とかはいたけど170万は初なんじゃないかな。一番高いですね。まあなんかディーノが一番、なんかちょっとだけね、ステータスが各キャラ違ってくるんですが、まあディーノが高いということになっております。はい。で、今回重要なポイントになってくるのが、雷撃っていうものは、性能解説動画でじっくり語りましたけど、敵の攻撃力に依存するんだよね。敵の攻撃力マイナス 50%。攻撃力の半分の値。かけるチャージ数っていうダメージ計算になるんで、まあ実質固定ダメージになる、なって、なおかつ敵の攻撃力が高ければ高いほど、まあダメージが入ってくるというような内容になっております。はい。なので、この場合ですと、チャージ1回につき、まあ約7500くらい、まあ D のにダメージが入っていく。まあチャージが50とかね、なってけばなってくほど火力が上がっていくというような形になるかな。チャージ50だと37万5千かな。ダメージで言うと。まあもちろん、細かい計算とはしてませんが、まあ7500で言ったらそういう感じになるよということです。はい。で、もちろん、上限が99だったね、そういえば。上限99なんで、7500×99。まあそこまで行くまで倒しちゃうんだけど、74万2500まで行くのか。一旦で。一応ね、理論上はね。そんぐらいダメージがいくというようなことになって、しかも雷撃に関しては敵全体に食らわせることができて、でなおかつ英傑杯とかね、そういった場面においては光栄のキャラクターにもその雷撃チャージが全員まんべんなくいくので、前衛倒して前に光栄の敵が出てきたとしても雷撃ダメージが次のターンには入ってくれるというような流れになると。それがまあ雷撃の特徴ということになります。今回はそのね、雷撃を存分に生かして戦っていくので、で敵の内容を見ていくと、今回攻撃耐性が魔法攻撃がマイナス 50% になっております。でなおかつこいつかダグリュールか、味方全体の物理攻撃耐性バトル終了まで 50% アップ、まあこういったものもあるんで物理キャラの攻撃はほぼ通らないような感じになります。でその他貫通耐性であったり、会心耐性も持っていたりとか、そして、カリオンがですね、会心率3ターン 80% アップ、会心力3ターン 30% アップとか、こういったものも持っていたりしますので、各キャラクターごとに役割が決まっていはするんですけど、今回雷撃チャージの場合だとほぼ同じターンに倒すような感じになってくるので、あんまりどの敵から倒すとかは関係ないかな。基本的にはもう何も考えずにひたすら殴って雷撃チャージを貯めていくことだけを考えていけばいいのかなという感じになっております。はい。で火力でどうしても倒したいって人を気をつけないといけないのは、この会心率とかね、貫通率封印とか、あと耐性持ってるからね、そもそもこれらのバフは基本使えないものと考えて、まあ、その他のバフで戦っていくしかないんですが、雷撃チャージのいいところは、雷撃チャージというか雷撃のいいところは本当にひたすら雷撃を貯めることだけ考えておけばいいだけなので、その他のバフとかそういったものを一切持っていく必要がないっていうところだね。立ち回りがやっぱり解説でも言った通り楽ですかね。まあ、ちょっと考えないといけないのは、技能のマソコンぐらいか。マソコン消しはまあ、他のパーティーでもね、毎回考えてることなんで、別にそんな難しいことではないと思うんですけど。で、今回、まあ、唯一の特徴らしい特徴で言うと、敵がね、即死攻撃技ないんですよ。大体、
装端試練とか、高難度踏破戦とかになってくると、ある程度ターンがいく9ターンとか10ターン目に入ってくると、敵がバフかけて一気に殺しにかかってくるようなね、即死技があったりするんですけど、今回の踏破戦に関してはそれがないので、まあ、12ターン以内クリアとはなってるんですけど、その最悪16ターンでも20ターンでもかけても、とにかく自分が耐えられれば、敵に倒さなければいずれは勝てるっていう作りになっているんで、そこはまあ優しいかなとは思いますかね。はい。ただとはいっても地獄級3なんで火力とてつもなかったりするし、さっきのカリオンのね、こういったバフがあるんで、このバフのタイミングでしっかりリムロのね封印スキルで、まあ封印していく必要があると。これ辺はまあ必須かな、重要です。まあ、最悪封印しなくても回復とかでね、ごまかしたりとかって、そういうことはできるとは思うけど、封印しちゃった方が圧倒的に、まあ、楽かな。はい。で、ちなみにですけど、これそもそも回収率とか貫通率上昇封印状態ってどういう状態なのかよく分かってない方、特に新規勢の方とかいると思うんですけど、これあくまで封印してるだけで、要はそのターンに発動しなくなるだけ。回収率、例えば、3ターン 100% にしますっていうね、カリオン今回やってくるわけですけど、その発動させてから次のターンと、さらにその次のターン封印しなかったら、単純に回収率がアップした状態で殴られるわけですけど、その発動した次のターンにこのリムルさんがね封印してあげると、その残りの2ターンすべて、回収率が発動しなくなって等倍で殴ってくるっていうイメージ。あくまで封印ということなので、発動しなくなるだけで消しはしないからね、同時に発動してる状態だから、プラス 100% のものにマイナス 100% を加算してるっていう感じで、プラマイゼロになってるんだよね、つまり状態としては。そんな感じなので、決してなくしてるわけではない、あるんでね、その辺は使うターンは気をつけないといけない。ちゃんと、まあ、敵のね、ステータス、逐一見ればいいだけの話ではあるんですけど、はい、発動したのを確認してから、こっちも、じゃあ封印しようっていうね、まあ、立ち回りとしてはそんな難しくないので、敵の行動をしっかり見てればいいだけということになります。これがスキル封印状態。はい。で、まあ、あとのパーティー編成で言うと、こんな感じになりました。まあ、もちろん、今回ね、異界神話勢力ということなので、過去キャラのベルザードも使っていきますが、こちらベルザードで初のね、状態として雷撃カウンター状態というものがあります。これ非ダメージ回数に応じて後衛含む敵全体に雷撃チャージ数が1加算されるということ。まあ雷撃なんで、もちろん5ターン目以降に、これがダメージが発動してくるわけですが、これは敵の反撃とかにも反撃も全て1加算されるので、今回カリオンが途中でね2ターンの間反撃状態にするっていうことになるわけですが、その時は魔装コンで6コンボした方がいい。そうすると6コンボ分のダメージを稼げるので、ただもちろんその時にはね、こっちは防御バフなり、まあ、それなりのことをしてないと火ダメがめちゃめちゃ加算でくるんで、対策をした上でしっかり、反撃の時には6コンボ決めた方が、その後のね、ダメージが、雷撃ダメージが上がってくれるので、それもちゃんと利用するっていうことが重要かな。はい。そんな感じになってます。で、例えば、敵が単体攻撃こっちにやってきたとしても、敵全体にカウント1足されるんで、チャージが1足されていくので、敵が例えば通常攻撃3回やってきた、3人いるから1発ずつ3回殴ってきたら、雷撃チャージがプラス3されるからね。そんな感じになってます。で、あと、今ですね、ちょっと不具合が発生してるみたいで、この雷撃チャージを発動させるまで、まあ、カゴスキルを使うまでに発動させてた敵の攻撃分もなんか加算されちゃってるみたいなんですよ。今不具合発生してるみたいで、次のアップデートで直されるらしいんですけど、まあそんなに大した問題じゃないかな。今回の編成だと2ターン目にカゴスキル発動するんで、要はプラス3。もう加算されてる状態で始まっちゃうよっていうことなんだけど、うん、まあ事実上の下方修正なんだけどね。はい。そういうバグが一応発生してるらしいです。
だから今のこの動画時点では発生してるってことだね、そのバグがね。で、その他の効果内容としては、技能のマソコンの SP 増加量3ターン 250% アップ。これがあるおかげで、技能4コンボするだけで SP100 溜まります。すごい。あと、後衛含む味方全体のスキルコスト20ダウン。これをね、うまいこと使ってあげて、スキルを毎ターン使って、技能のね、最低4コンボできるようにしてあげるとスムーズに立ち回ることができる。なおかつ、今回の配布キャラのヨウムであったり、ラファエルのですね、ラファエルリムルの雷撃チャージ数参加算するっていうスキル、ガンガン使ってあげることによって、うまいこと立ち回っていける。僕まだヨウムのスキルレベル7になってないのでね、ちょっとコスト重いんですけど、うん。まあでもこんな適当なコストでも勝てるよということで、あとヨウムとラファエル以外の人員に関しては技能変換系は2人は欲しいかな。その方がスムーズ立ち回りが、まあその中で選んだのは配布のね星音キャラということはイージス。技能のマソコンのゲージ増加量3段 50% アップなんで、カゴゲージもまあ溜まりやすくなったりとかもします。ちょっと奥義余計だけどね。あ、奥義はごん、あ、そうだ、奥義余計だね。そう、技能の、別に今回のパーティー、奥義貯める必要が全然ないので、むしろ邪魔になっちゃうんだよね。マスオコン、上書きしちゃうから。はい。で、あとは、過去のマスオコン、技能に変換。かつ、SP 増加量一旦 20% アップなんで、これもまあ、非常に今回有効ですかね。であと、回復役としてミューランを採用しました。これ、魔法攻撃キャラ5体全員入れないとならないということで、必ずミューランじゃないといけないってわけではないんですけど、ただなんとなくミューランにしてるだけです。はい。で、あとエレンだね。エレンは奥義のマスオコン2枚技能に変換の星音キャラということで採用しました。一応まあ回心耐性とか HP 上限アップっていうこともあるんで、一応防御型、耐久型として活躍することもできますということですね。はい。以上かな。あとはもうひたすら毎ターン技能の4コンボ以上を意識しつつ、SP に余裕があったら、ラファエルとか、ヨウムのね、チャージを加算していくっていうだけのことです。本当にそんだけ。あとは、もう5ターン目以降は、雷撃チャージ分のダメージを期待して、ただ耐久していくっていうだけなので、まあ、特別爽快感とかそういったものはないですけど、確実に勝てるっていう安心感はやっぱり、すごいなと思う。だから今回はまあ東派戦でやりましたけど、他のね、東派戦であったり、正統戦だったり総端試練とか、そういったところも全然勝てていくんだろうなっていう感じはします。ラファエルで封印もできるしね、非常に安定度の高い、まあ、無課金とか初心者の方でもね、とにかくベルザードと、ラファエル、あと今回のヨウムさえ揃えていただければポテンシャルはすごそうだなっていう気はしました。可能性は感じまくりました。はい、ということで、あとは実際皆さんの目で確かめてほしいなと思います。強大な魔力の接近を感知しました。さっさと終わらせようぜ。このやり方は逃げられない。あなたの本気見せてみて。
私に任せて。私の出番ね。マジだ。気づいたのだろう。
忍者。